皆さん、こんにちは。的場塾第51回、第51項、最高、国後目指の乱、近藤十三に送った、蝦夷同士、最上徳内直筆版を今日は読んでみたいと思います。蝦夷の3つの大きな反乱、第48回で取り上げた1457年の古社満員の乱、第49回、1669年の釈社員の乱に続いて、今回、第51回は1789年に起こった国後目指の乱を取り上げます。これは納沙布岬の先端に立つ国後目指の乱で犠牲になった和人71人の墓であります。横に根室市指定文化財寛政の法規和人殉難墓碑というそういう看板が立ってまして、説明文が書かれています。寛政元年1789年5月、和人のアイヌ民族に対する脅迫や非道行為によって追い詰められた結果、国後と現在の標津町羅臼付近のアイヌ民族が和人71人を殺害した云々というふうに書いてあります。詳しいことはゆっくり画像を止めて読んでください。でですね、これ問題なのは、この墓碑のですね、その書いてあることの説明、一番左側ですよ。墓碑に書いてないことを書いてある。ね、この説明もね、墓碑裏面には和人の視点からアイヌ民族が不意に襲ってきたとあるが、和人が殺害された原因はアイヌ民族への非道行為が原因であり、石碑の内容と史実は異なる、こういうふうになってるわけです。これはもうね、はっきり言って、もう最初に言っておきますけど、嘘であります。さて、これは根室市のホームページ、寛政元年、5月国後島と目無、現在の標津町付近のアイヌの人々が、当時この地域の場所請負人だった平屋久兵衛の支配人らに脅されて、わずかな報酬で労働を強いられ、やむなく放棄し、和人71人を殺害した。松前藩はぬかマップで、放棄の指導者37人を処刑したというふうになっています。ここのね、寛政元年5月というね、これがポイントで、後から聞いてきますんで、覚えておいてください。これね、もともとはですね、本来の歴史とは違って、ここに結城昌司という、ね、人物が、このアイヌ、国後アイヌの放棄という、ね、文章を出した、これがこれに基づいてです、ね、書かれています。そもそもじゃあ、この結城昌司ってどんな人物かって話なんですけどもね、今、毎年、去年はね、開かれなかったんですけども、今年また再開されました。毎年ですね、イチャルパ会って言って、その根室半島のあの石碑のところで、いわゆる慰霊、アイヌの人たちによる慰霊が行われるわけですね。札幌市の住民で、今も札幌アイヌ協会支部のね、結城さんっていう方おられますけども、この方の身内の方だと思いますよ。結城昌司さん、45歳でお亡くなりになってます。でもね、若くして、北海道小樽協会の理事に就任し、72年にですね、アイヌ解放同盟の創立というね、ブラック解放同盟に似たような組織を立ち上げようということで、代表に就任しています。第26回日本人類学会、民族学会、連合会というのは札幌で行われたんですけど、これにね、殴り込みかけて妨害してますよ。この会の研究者に出ていた研究者はね、あまりの衝撃にうつ病になってしまったという、そういう後日談もあります。釈社員像、それから北海道知事のね、町村金吾の文字を削り取るという、そういう、早い話が過激派ですね。そういう人をですね、74年には日本社会党のアイヌ民族政策を作成させ、そしてノカマップイチャルパ会を開始してます。で、それからですね、これ札幌市教育委員会の宇多利教育相談員、あるいは 横道隆弘のですね、北海道知事、選挙活動を応援しています。早い話が、社会党っていうのはね、暴力革命、社会主義革命を日本に起こさせようという組織ですから、こういう人が重宝だったんでしょうね。結城昌司さんは、アイヌをね、利用して北海道から中央に攻め上れなんていうね、アイヌ革命論を書いた太田龍なんかとね、行動を共にしてまして、この本にも、同調爆破事件で84名の死傷者を出したですね、東アジア反日武装戦線、ね、これを賛美した本を出していますよ。これね、じゃあどうだったかっていうね、本当のお話ですけども、真実はですね、この一冊を読めば大体想像つくはずです。
最上徳内がですね、近藤十三に送ったこれ直筆写本ですよ。他にいくつかの写本がありますけどね、他の写本に見られない項目がいくつかあります。ここ、ね、これこそがまさに反乱の原因ですね。嫉妬の深きことという。これは北海道大学、ね、北方資料データベース。これにはそういう部分はないですね。つまりですね、最上徳内は幕府に報告を上げてますけども、この国後目なしの反乱ね、これについての本当の理由っていうのは、幕府にとっても都合悪いってことを分かってて、それ載せてないんですね。これ全部見てもですね、載ってません。全部紹介しますけども、データ、北海道で大学のデータベースには載ってない。これはね、日本貴重書ギャラリーが公開している本、写本ね。蝦夷不動記というふうに題されてますけども、内容は北大と同じですね。読みやすいですね、こっちの方はね。で、活字本としてはね、戦前に編集された北門草書に収録されていますが、なぜか上巻と下巻がね、草書の別の巻に収められて、統一性がなくてね、これもちょっと読みにくいんです。もうすっごいもう紙がボロボロでね、もうくしゃみ止まりません。統一性もないしね。で、この時事新書、これがですね、その直筆写本を活字にしています。吉田恒吉さんっていうのはね、東京大学の資料編纂所で助手をしてたんでね、特内自費、自筆本を、写本をね、活字本として世に出して、出すことができたということですね。ただね、これより先に松浦武四郎の蝦夷日誌上下もですね、時事新書から吉田さんが出してます。そのせいもあってか、かなりですね、松浦武四郎同様、アイヌに対する思い入れの深い解説が目立ちますね。逆に言えば、松浦武四郎の書いたことを相当信じ込んでしまったということでしょう。で、ここに、ちゃんと先ほど言った嫉妬の深きこと。これ全部古本ですんでね、どうしてもいろんな、これ、国後の乱、詳しいなんてね、書いてありますけども。本当に詳しいんです。読みますよ。寛政元年土の鳥、国後島、蝦夷ども、放棄して日本人80人を撃ち殺しけるとき、松前家臣取り沈めとして、戦大将には新井田孫三郎、副将には松井茂平、戦見附には松平平門ら、徒党蝦夷ども37人討ち取り、早速沈まりける。その起こり、この島は平屋久兵衛請け負い場所にて、当場所総ごとな三吉というもの乳はなる蝦夷にて、左兵衛という支配人三吉娘に密通すれども、この密通っていうのが時々出てきますけども、これはちゃんといわゆる今の密通でなくて、首長の世話によって、そういう関係になるということですね。あえて間がごとなしだから、間がごとないわけですね。時に三吉大病にて、会期なりがたく見えけるが、酒は好物なるものなれば、飲みたき胸を好みける。よって家来蝦夷運城屋にその訳を言うて酒をもらいに行きければ、官兵衛という番人、酒を汲みながら、この酒は一語の名残なりと言うて使わしける。すなわち、この酒を与うれば、ほどなく三吉支出しける。家来蝦夷、かねて密通を存じおれば、これ、物言いの種を残さぬため、毒酒を与えたるものならん。それゆえ、一語の名残とは伝えたらん、言いたらん、と、もっぱら臆説を言いふらしける。つまりですね、これ臆説ですから、でたらめですね。また、松前人に慣れ慣れしき、女蝦夷、運城屋より餅をもらい、食世しにこれもほどなく支出しける。時に、猛説起こり。やはりこれもね、猛説デマですよ。嫉妬は蝦夷の持ち前になれば、ここにちゃんとね、嫉妬は蝦夷の持ち前になれば、かの女蝦夷、松前人の子をはらみしゆえ、後に、公絶の起こらんこと、起こらんために毒害したるものなんと、虚説一同し、かつて運城屋の者ども、脅しの言葉に言いつけを背く蝦夷あらば、皆、毒害すると言いたることあれば、この末、いかなることはあらんと一同し、三吉兄の敵なりと言い立て、徒党を結び大変となりける。格のごときの義も、蝦夷国中すべて武士の詰め合わさざるところにて、商人、船方、漁師の類ばかりいて、当然の利欲にのみ心を寄せ、取り締まりの勘弁はなく、
理不尽なること多く、嘆かわしきことなりとこうなっています。ここね、武士の詰め合わさること、その武士はいなかったけど船には必ず武士が乗船していくんですね。後ほどこれも出てきます。覚えておいてください。でですね、ここ大事なんです。松前藩の勢力は松前地方に近いところでは強かったが、遠隔の地には及ばなかった。まあそういうことでして、そこにまして松前藩の勢力が及ばないところにですね、商人風情がね、商人風情って言ったら商人がね、行ってああいうのを押さえつけることなんてできません。虐待することなんかできません。そのことをこれちゃんと書いてくれてますね。まあこの囲い部分ですね、この部分で、しかしこの方面の蝦夷は豪強で、ややもすると松前藩の命に服従せず不穏な態度に出たと。例えば元文2年にはキリタップの蝦夷が騒動を起こしたため交易船の派遣を中止したことがあり、宝暦8年7月には東蝦夷地のシャップの蝦夷2、3000人が西蝦夷地宗谷の蝦夷を襲撃して64人を殺し、204人を傷つけた事件があり、明は7年には十勝蝦夷と猿蝦夷との間に紛争があると。こうね、1700年代の中過ぎになってもですね、アイヌ同士は非常に戦ってたわけですね。平和を愛するアイヌ、幸せに暮らしているアイヌなんていうのはね、嘘でですね、もう戦いに次ぐ戦い。だからバチラーもアイヌがその人口がどん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 その減っていった理由の一つにですね、このアイヌ同士の戦い、これが随分と指摘されてますよ。それさらにですね、1775年には国後の大人蝦夷月の絵が、大人蝦夷、まあ、アイヌの大将ですね、月の絵が、酒に酔ってですね、請負人に平屋久兵衛の荷物を横領したなんてこともあってですね、しばらくですね、この平屋は船を出せなかったんですね。左のですね、この囲いの部分の冒頭はちょっとね、問題なんですよ。これですね、たまたま寛政元年、松前藩の足軽武田官兵衛が上乗りとして国後に行ったがと、しばらくお武者を行わずとこうなってますけども、お武者をね、お武者っていうのはこうアイヌに対してですね、接待っていうかね、酒やいろんなものを与えて、米やね、タバコなんかを与えて、喜ばせる、そういう行事ですけども、そういう状況ではなかったわけですね。東蝦夷はね、その奥地はね。次の目掛けのこともね、アイヌ社会を原始共産社会なんて賛美する人たちには非常に不都合な真実ですね。月の井の息子のね、厚岸の井琴井の目掛けは31人ね、月の井自身も18人おりましてね。で、ここっとこばたで面白いんだよな。で、目掛けはね、これ、収賞愛はしてこれに当たりだってね、みんなして仲良くね、夫の家でね、何かあったら、お祝い事でも何でもあったらね、その目掛けたちが仲良しでね、助け合って夫を支える、いまだかつて嫉妬しなかったなっていうね、こともあるんだけども、ちゃんとね、嫉妬あるんですね、言うからに残ってますよ。嫉妬に関する文献ってね、いろいろあるんですね、松前氏とか、北海随筆、蝦夷話などもね、これ、アイヌの富裕なものは多くの目掛けを各所に持つと。目掛けは自活して、定宿を保つ、夫は妻目掛けの間を巡行するってね、一晩ずつ泊まり歩く、あるいは日時を置いて泊まり歩くと。で、本妻目掛けには嫉妬なく礼儀正しく愛親しんだなんて書いてあるんだけど、どうでしょうか。これね、久保寺逸彦さんね、アイヌ語学者でね、広くアイヌ語やユーカラを収集しましたが、辞書の形にまとめる前に残念ながら亡くなっちゃったんですね。でもすごくよく、これだけでも、参考になります、すごくね。で、このアイヌの文学っていうのにちゃんと出てますよ。これ例えば子守唄を収録、いろんな言うから収録してるんですけども、ここの左側ね、赤ちゃんがね、泣きわめくってね、そしてどんな歌を歌ったかっていうとね、何時のお父さんは和人の国へ交易に出かけて、米だの酒だのどっさり船に積んで帰ってきたが、私のところへ帰らずに村外れに住む6人の顎の長い密託なしの女たちへ のところへ行ってきて、夜も昼も一緒にごちそうを食べながら大笑いしたり大騒ぎして、歌ったり踊ったりする声が盛んに聞こえてくるのです。何時のお父さんは6人の顎長女の
父を捕まえようとして、ウザ、まあ、炉の入り口より向かって左側にある主人夫婦の座席ですね、え、跳ね、サザ、まあ、反対側へ、ね、方へ追い回し、ふんどしをぶら下げ、ふんどしを振り回して毎日毎日ガヤガヤ騒いでいるのです。こういうことをね、まあ、ちょっとこういうふうにして赤ちゃんに聞かせてんだよね。だからね、もうこれ、胆振幌別金成松さんの伝承だっていうふうにちゃんと出典まで書いてますよ。まあ、ここの部分ね、後でゆっくり読んでください。もうちゃんと嫉妬の気持ちを歌ってるわけですね。ついでですので、この本で紹介されてる歌ね、ここにね、古代に調査に来る学者たちがね、相応の金品を提供していたことが分かりますね。これもちゃんと歌われてますよ。和人の殿方から幸運を恵まれた私ですから、曲でも歌でも私のできるだけ歌ってお聞かせしましょう。それからまた和人の殿方のお持ちのお宝金銭を私の村の人たちともども私も頂戴いたしましたことを私見ましたので、お礼します。まあ、こんな風にしてね、これは実際に戦後間もなくですね、アイヌ部落へ行って、調査した学者さんのノートを私見ました。見せてもらいました、その息子さんにね。そしたらね、やっぱりもう相当その高額な、まあ、こっちから最初はね、持ってく金品を持っていくだけでよかったんだけども、そのうちにどん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 ね、その要求がエスカレートしていったことが書かれてますよ。相当腹立ててたって、その息子さん言ってますけどね、アイヌにぼられたっつって、ね、ですからね、その、まあ、人骨なんかもそうなんだけども、奪ってきたとか盗んできたなんてことはちょっと考えられないですね。例えばこのアイヌのね、足跡っていうのにね、まあ、足跡っていうのか足跡っていうのかね、これもね、大事な文献なんですけども、死後ですね、北大へ、検体を承諾したアイヌの長老がね、いるんですけども、これ家族ちゃんと説得して、さあ、検体しようって言った時にね、家族には依存なかったにもかかわらず親族がね、押しかけて反対したため断念したっていう、まあ、ことが書かれてます。で、北大のアイヌ人骨についてはね、八雲のアイヌ牧場主が牧場から出てくるアイヌのね、人骨の後、まあ、始末をですね、児玉作左衛門さんにお願いして、そこから始まったわけでね、今頃ね、北大に押しかけてですよ、承諾なしに勝手に墓を挖いたなんてゴロついてるアイヌがいたけども、これはね、史実とは全く別ですね。児玉作左衛門さんはそのやっぱりアイヌの骨もね、学問的に調査したくて喉から手が出るほど欲しかったけども、やはりそういうチャンスが来るのをきちんと待ってたんですね。これ返還を訴え続けてきた男性の思いです。謝罪しろよ。え、盗んでいたくせに。まあ、盗んだなんてことはこうやってね、ありえないんですよ。そういうことを、まあ、これ旭川の河村健一っていうね、まあ、ちょっと言葉遣いからなんからね、とてもじゃないけどもまともな人と私は思いませんよ。まあ、文化の低いアイヌの土族を恥ずかしいもののように卑下して、あまり多く語ることを好まない風がある。それをだんだんに追求して聞いていくと、しまいには相手の質問に調子を合わせ、いい加減な返答でごまかそうとする風があると。仮にある一つのことを聞き得たとしても、それをそのまま鵜呑みにはできない。他の者について同じことを聞いてみて符合すればよし、もし話が合わなければ4人にも5人にもついて調べなければならない。まあ、本当にそうでね、これ松浦武四郎なんかのね、書いたものを読んでてもね、もう絶対にこれ嘘つかれてるっていうか、まあ、アイヌ自身は嘘をついた気持ちはないんだろうけども、面倒くさいからそういうふうに答えてしまったというのはあるかもしれない。例えばですね、松浦武四郎が書いてる本にね、アイヌの除血について書いてるんだけども、なんとですね、その熊のヒグマをね、取るのにその穴の中からね、オスグマとメスグマがね、夫婦のクマとね、子グマをね、全部それを取ったみたいな自慢話書いて、それまともに書いてるんだよね。まあ、ご存知のようにヒグマっていうのはね、子供連れているクマを見るとその子グマを殺してね、メスグマを発情させるっていうね、まあ、そういうもの、まあ、クマだけでないですけども、そういう性格がありますんで、これはもう完全な嘘ですね。その他だからしつこく聞いていくと、相手が答えてほしいように答えるというそういうことになってきて、だから、ね、戦前、戦中、戦後間もなく、そして、今のような時代になってね、左翼の学者がね、行く、マスコミが行く、そのマスコミがどういうふうに答えてほしいかっていうのは、ね、
兄もそれとなくわかるわけですよね。そうやってどん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 誤った歴史が作られていくという、ちゃんとこの時点でね、もうチェックしなさいというふうに言ってますね。まあこのことはね、ご浪人が初めて千島に、ね、来た時ね、まあ、千島犬が平気でこう嘘を言うっていうか、もう裏取れてるのにへっちゃらな顔してね、嘘を言うっていうことを記録してますね。その場限り、これね、もっとね、露骨に白状してるのが、ビラトリンのね、ペンリク。まあ、バチュラーはね、ずいぶん、大金を与えて、ペンリウクからアイヌ語やアイヌ文化を学んだようですけども、まあ、ヒチコックは、バチュラーが伝えるカムイのみなども、多少事実とは異なると報告してますよ。ね、私は有名な人物の老師長、ペンリウクのことベンリって言うんだけども、ベンリに注目した。ついでながら、彼に関しては気づかれているであろうが、バード女子について、彼が随分たくさんの嘘をついてやった女だと言っているのだが、っていうね。まあ、こういう彼が嘘つきだっていうのは、当時、この、皆さん知っていたようですね。まあ、あんまり言うとね、この、今、ベンリの頭の骨返せって騒いでるね、地元の人いますんで、これ以上詳しくは言いません。もし知りたい人は、この本読んでみてください。まあ、これがペンリウクですね。いろいろな賞をもらったりね、してるんですよ。で、この真ん中にいる人がそうでして、まあ、亡くなった時、明治36年当時でね、遺産が1000円あったっていうんだけど、まあ、私ね、昭和40年頃にね、で100万円あるとね、私の田舎ではね、土地はただみたいなもんだから、立派な家建ったんですね。明治36年の1000万円で、1000円ってどれぐらいかなっていう、ちょっと想像できないですけどね。結構な金持ち。でね、本題に戻りますけどもね、江戸場所請負制度を知ろうとするとね、この文献必見なんですよね。まあ、これ昭和36年、函館の先生ですね。で、このね、白山先生の著作で外せないのがね、北海道アイヌ人口誌っていうのがあるんだけどね。細かくね、引用文献が挙げられてるんで、それね、また遡って私もしつこく見るんだけど、確認するとね、全くそのページにね、書かれてなかったり、似たようなことが書かれてるんだけど、ちょっと大げさな解釈が見られるようですね。まあ、アイヌ人口の原因っていうのはね、まず災害、これ津波ね、ずいぶんあったらしいですね、3回ぐらい。根室地方なんか、記録残ってますよね。それから噴火、これも、あれですね、ウスザンとかね、あの辺りずいぶん荒廃があった、10回もあったらしいですね。それから飢饉、飢饉ね、もうそのアイヌはね、幸せに暮らしてね、何不自由なく暮らしてたなんて言うけども、まあ、6回もあったと、この300年で、ね、だから50年に1回ぐらいずつね、飢饉に見舞われてたわけですね。それから病気、天然痘、マシンね、梅毒、まあ、こういうものが、蔓延したと。それからね、戦争、これはアイヌ同士の戦争ね、もうよ大きなものがね、この、随分と、わずかね、10年ぐらいの間に随分と、先ほども紹介しましたけども、戦いが行われた。それから、トパット罪、まあ、これ野党とかね、そういうふうに、訳されてますけども、夜中にね、男たちを殴り殺して、そして女を奪ってくるという、まあ、前もちょっと紹介しましたけども、また詳しくは、前の方の YouTube をご覧になってください。それからですね、やっぱり酒だと。それから生活、ね、それから独身が多いっていうのは、これは、まあ、さっきも言ったように、酋長がね、たくさんの若い女を独占してしまうんで、いわゆるその結婚適齢期の男女が結ばれることがないんですね。まあ、それで江戸幕府はね、酋長の妾の数を3人にね、制限しました。で、和人の妾ってね、和人はね、妾1人で十分なんですね。さっきも言ったように、これもちゃんと酋長がお世話するわけですね。なるべく自分の娘とかね、そういう身分の高い、ちょっと小切れな人を紹介するわけですよ。で、このね、独身の人たちが多いんで、江戸幕府は3人に、だからさっき言ったイコトイっていうね、31人もね、妾持った人、大酋長も江戸幕府の指導に従ってね、まあ、面子の3人だけ残して、他はみんないわゆる打たれって言って、自分の奴隷にね、分け与えたっていう記載がちゃんとありますよ。まあ、そんなんでね、こういうふうにしてアイヌ人口の減少っていうのはね、和人による虐待だとか、ましてね、
新宗吾が言いや河村健一が言ってるようにね、和人が殺して殺して殺しまくったなんていうような話は嘘ですね。ここにね、挙げられてる地図ね、これはね、もうほとんど、大体最近出ている文献もそうだけど、ほとんどがこれを引用してますね、元にしてますね。で、この先ほど言った、国後、目無しの乱ってね、大体目無しってこの目無しっていうのは東っていう意味ですから、こっちの方から見て東だっていう話ですね。こっちから見たら西だけどね。そしてここがノカマップですね、ノカマップ、ここですね。で、このサップ岬、さっきあれ見つかったのが五葉米ってこの辺りですね。そういうふうにして、この辺の地図をまず頭に入れていただいてですね、ここです。で、これをね、非常に詳しく書いてくれたのが、この岩崎直子さんっていうね、京都大学のね、博物館の館長さんですね。面白いんですよ、この人の、京都大学のね、教授なんか紹介してるのを見るとね。この人でなかなか苦労人なんだよね、これで、ね。面白い。皆さんも見てください、これで、ね。で、こうやって書いた。ね。博士、岩崎先生のね、博士論文なんだけどね、これ全部私取り寄せてっていうか、公開されてますんで読んでますけども、もともとはね、これ中崎直子さんってね、結婚してるからね。で、これは面白いんだよね。こういうことちゃっかり言ってるとこが、宮崎県生まれ、その後父の転勤に伴い熊本、沖縄、千葉などを転々とすると、青山学院、短期大学、英文科に入学、いい男を見つけて結婚しようと大企業に就職するが、やがて生活に物足りなさを感じ24歳で退職。これいい男を見つけて結婚しようって、いい男いなかったんですね、その企業にね。 1年間予備校に通い、25歳の時京都大学文学部に合格すると。で、七浪して入った学生生活、そうですね、早い話が、18歳で受験して、25歳ですからね、満喫しつつ、京都大学大学院に進学、博士号を取得し、滋賀大学に就職、3年勤めた後、京都大学総合博物館で助教授として、着任と、京都大学の研究者の中にきっといい男いたから、今までつながったんだろうね。いや、面白いよ、この人、本当に嬉しいね、こういう人ね。要するにね、この方が言っている研究手法ってのはどういうことかっていうとね、1960年代以前ぐらいのね、研究者っていうのはどういうふうにしてたかっていうと、その元、各その未開と文明ってね、アイヌを未開とし、和人を文明社会とする、そして松前藩の悪政とね、それから苛烈な収奪、さらにそれと北海道防衛、このね、未開と文明、松前藩の悪政、それから収奪、で、北海道防衛、この5つのね、観点から見て、それぞれの、事績をね、そういうふうに結びつけてですね、解釈しようという、そういうふうになってると。じゃあ70年代以降になってくるとどうなるかっていうとね、要するにアイヌはね、未開じゃなかったんだ、発展する民族なんだとかね、そういうふうにして、未開というね、いわゆる上から目線を捨ててね、アイヌの側から発展する民族だ。ね、それからアイヌに一方的にね、松前藩に収奪されたんじゃなくて、松前藩に抵抗するアイヌなんだというふうにして、そういう未開収奪という視点でなくてね、圧政に抵抗するアイヌ、ね、発展するアイヌ、そういう態度で研究するというふうになっているんだと。でね、これをね、こういう観点から言うと、さっきの結城商事じゃないけどね、革命思想的なアイヌ感っていうふうになっていくわけですね。だからそうでなくて、この岩崎先生はですね、そういった観点から、もう最初からそういうね、観点から立つんじゃなくて、実態はどうだったかと。そしてその実態を明らかにして、それを矛盾なく説明する。そういう態度で、アイヌ史を見ていこうと。ですからね、提示される文献やデータの解釈がね、私なんかはどっちかっていうと、理系の理屈っぽい人間なんですけども、いわゆる理系の論文のようにね、相互に矛盾なく解釈されるわけですよ。要するにこじつけがない、理路整然としてね、自分のようなそういう理屈っぽい人間でもね、素直に受け入れられるという、そういうね、いや、こういう人はね、文系の論文にはなかなかないですね。やっぱり京都大学とかね、東京大学って違いますね。北大とか札幌大学ではちょっと困りますね。アイヌ研究、これまた面白い。漫画も得意なんだよね、この人ね。
これ笑うよ。新卒で入社してみたものの、なんか違うと、予備校に1年通うとね。で、25歳で京都大学文学部に入学。七浪だし、気後れするけど、毎日が楽しいなんてね。で、日本史研究する。こんなにボロボロってことは繰り返し出してきて、祈りを捧げたことがあって、そういう文献見てね、弾圧下でも強い意志で信仰を続けていた名もない人たちがいたんだなんてね、いろんな文献を読んでるんですね、こうやってね。で、京都大学総合博物館の館長に就任と。この100年以上、1000人以上の先生たちの研究成果をね、こうやって見てね、一生懸命自分でも研究を掘り下げてるという、こういう人、いやー、この人の文献にあって、私もね、本当に、それこそ目から鱗ですね。で、先ほどの、近世アイヌ社会、これ、非常にね、図表が小さくて見にくいんで、私、これ、エクセルに打ち直したんですけどね。これ、ずっと見てるとね、飛騨屋がね、東へと4か所請け負ったんだけども、どうもさっきもあったように、月の井が船に乱暴したりね、略奪したりするんで、もうずっとこれ、請け負ってから、10年以上もね、14年間、行ってないんですよ。もうとてもじゃないけどもね、その松前藩領なんて一応は認められていたけども、なかなか手出しできる状況でなかったわけですね。ましてね、そんな足軽一人ぐらい船に乗せてね、現場の商人が行ったってね、その支配人やね、がアイヌを酷使したり虐待できる状況ではなかったわけですね。ちょっとここ注目してください。何かっていうとね、この1789年ね、5月、旧暦5月、大体太陽暦でいうと3週間遅れだから、6月ぐらいですかね。でも、こっちね、大体番人の残してみんないなくなるんですよ。だから、天明7年に漁場の再開があったわけですね。これ14年ですよ。この場所を請け負ってからね。そして、漁場開発の準備をしてですよ。そして、月の井と何らかの交渉があったんでしょう。そして漁業を開始したのが天明8年の開始です。漁業ってこれ、ここ鮭ですからね、鮭取るわけだから。で、今度5月に氾濫ですよ。さっき言ったように、大体5月の末に氾濫が起こる。で、漁場にね、その番人は置いとくけども、支配人が戻るのはね、戻ったばかりの時ですね。いきなりですね、氾濫が起こるってことはね、いわゆる結城商事が言うところのね、酷使が始まる前ですよ。ね、だ前の年にさ散々苦労してさ、ね、漁場が開始してね、もうその時にね、ああいう酷使なんかしたら、また氾濫でやられちゃいますよね。で、次の年、またね、5月に来る。で、つまりさっき言ったようにね、1970年代の論文っていうのは、成長っていうか、発展するアイヌね、そして圧政に立ち向かうアイヌなんだから、そういう物語を作らなきゃいけないね、結城商事の。で、それ前はちゃんとですね、未開発、そして文明、そういう視点だったんで、そういう結城商事の言うような、国無しに目無しの乱っていうね、そういう捉え方はなかった。だからそういうね、この日付、それから年数を見る限りにおいても、そんなね、アイヌを酷使するなんてことはできなかったわけですね。そういうふうに、これ簡単にまとめておきました。でですね、先ほどの納沙布岬のですね、王子71人の墓の傍らにある説明文が、今までの経緯を詳しく見ると当たらないということが分かると思います。乱の後にですね、調査に加わった最上徳内は、乱の首謀者、豆切の父親、月の絵や、兄弟である異子といその他の、ね、大首長も、この乱の鎮定に参加しています。その大首長たちとですね、知り合いであった最上徳内ですから、特に息子を、殺されたというかね、処分に同意した月の絵なんかも、もしですね、和人の横暴があったとするならば、直接徳内へ訴え出たはずだと思いますよ。ここでね、ずっと最上徳内のね、事跡をと合わせてですね、書いてます。これずっと読んでいくとね、ここ松浦武四郎知床日誌は1863年ね、
で、竹城は知床を探索したのが1845年で、この20年間の間にこの知床日誌を書いてるんだけども、この20年間で非常にね、大きな変化があったわけですね。まず一つは、この東蝦夷地ね、幕府直轄、これは1799年で、さっきも言ったように、国後女衆の乱のね、10年後なわけですよ。なんとしてもここをね、幕府は取り上げたかったわけ。ロシアが近づいてくるからね、どんどんね。そこで、幕府としてはですね、松前藩には、もう東蝦夷地を任しておくわけにはいかんと、そういう理由付けが必要だった。ね、で、また直轄地の大半を、まあ大丈夫だと、ロシアの脅威が去ってね、それで返すんだけども、またそこで、竹四郎が行く。で、そこで、またこれ、再度直轄しなきゃいけないんで、ロシアの危機があるから。で、ここを調査させて、そしてここのところで、直轄するための理由付けですね、そういうのが必要なんで、また虐待してるというふうに、そういうふうにしていくわけですよ。ですから、この最上徳内が最初のこの反乱をね、の調査に行った時にも、やはり、さっき言った近藤十三に渡したのと別の形で報告しなきゃいけなかった。要するに松前藩は悪かった、ね、いうふうに報告しなきゃいけなかった。でも実は反乱の原因はそうじゃなかったっていうのを近藤十三に渡してるわけですね。で、今度松浦武四郎がまた行って、あ、またやっぱり、松前藩は悪いことしてるぞって言って、この知床日誌にこうなっていくわけですね。この松浦武四郎のね、本についてもね、これをまたしつこく詳しく調べてる人がいるんですね。武四郎はね、蝦夷地1000キロを踏破したとこ、ごめんなさい、1万キロを踏破したってね、そして9000の地名を記録したっていうんだけどね、この丸山道子さんってね、各日誌すべて現代語に翻訳したばかりでなくてね、実際に武四郎の通った道をね、踏破してるんですね。で、検証するというね、入念な作業をした上でね、ここに書いてあるようなね、評価してますよ。現在で言えばね、司馬遼太郎の歴史小説のようにね、武四郎の記録っていうよりはね、作品というふうに、丸山道子さんは解釈しているようですね。武四郎は納沙布日誌や石狩日誌などでも日付や宿泊先を隠したりする隠密行動が示される。ですから、この隠密ってことはさ、どちらかというと幕府の味方なんですわね。だから幕府に都合のいいように書かなきゃいけない。松前藩悪、愛のかわいそう、ね、蝦夷地直轄しなきゃいけないというような風に書かれるわけですね。それから北海道に対する自分の意見や感情、愛着、感動、不満、怒りなどがあふれるほどあって、こうした形で世に出し書き残しておきたかったのではないだろうか。それには多少のフィクションを加えて読者の興味をつなぐという作業も意識的にしたものであって、むしろこれらは文学的要素の濃い作品であると言える。しかし彼の素質は文学者のそれではなく、どこか不器用で実直に過ぎる面があり、ために実力と混同されがちのようにも思うのである。こういうふうにちゃんと評価してますね。評価っていうか、気をつけなさいよと読むときにね、そういうふうに注意してます。この方ないですよね。実際に松浦武四郎が歩いたとこを全部こう、実際に見て歩いてる。そして、ここからここまでの移動がね、ちょっとこれ日付的に無理でないかとか、いろいろちゃんとその文章の中に書いてますからね。すごい人いるもんですね。松浦武四郎ってね、蝦夷地の北海道のね、名前をつけたのが、松浦武四郎だっていうふうに言われてますけどもね。ずっとね、早い段階で、この、水戸斉彦のがね、北方未来行っていうのでね、1839年に北海道と定めると、こういうふうに、ちゃんと書いてますね。ですから、水戸斉彦が北海道の名付け親だっていうのは、これはもうね、札幌市のホームページにもちゃんと出てますよね。ただね、北海っていう言葉はね、もうこれよりさらにね、100年も先、1700、ちょうど100年のね、1739年ね、松前藩に出された板倉源次郎のね、あ、ごめんなさい、坂倉源次郎の調査書にちゃんと北海随筆っていうのありますから、これは、北海っていう字は、松浦武四郎の専売特許ではないということですね。例えばね、永田芳政もね、結構松浦武四郎大丈夫かっていうこと書いてますね。例えばね、この幕追っていう名前についてね、
岩ありて土塁のごとし、昔義経幕を張りし、その後土塁の形になりたりという伝うと、松浦氏が知床日誌にも見えたり、ね、でここに、シャリのアイヌ、ウンマタというものを、年すでに84歳、同人優、幼年の頃、間宮林蔵を見たり、うんうんとね、まあ、そこはですね、間宮林蔵が名前つけたんだっていう、だからね、いろいろありますね、間宮林蔵は間宮林蔵でね、間宮海峡だって自分がね、見つけたんだって言ってるけど、もうその前にね、ちゃんと自分の上司ですね、言ってみれば、その人がちゃんと海峡を発見してるのを、自分が見つけたって言って宣伝、やっぱり宣伝うまい人っているんですね、こうやってね。なかなかこの辺りは、俺が俺がっていう人が多いですね、名を残してる人はね。アイヌ先住民族国会決議を推し進めた鈴木今津亮先生にバイブルとして崇められた花咲コウヘイが引用した知床日誌の当該部分です。さっきも述べましたが、武四郎が知床を訪れたのはこの乱の50年後、1846年ですね。しかもアイヌは平気で嘘を言うという、まあ、さっきにも述べた通りです。まあ、これ原文ですけども、現代文、読みますよ。シャリ網走の両場所では、女は16、7歳にもなって夫を持つべき時になれば、国後島へ送られ、諸国から来る漁業出稼ぎ者や船乗りのために身を自由に取り扱われる。一方、男子は妻をめとる頃には送られて、昼夜の区別なく責め使われて、その男盛りの時を遠く離れた国後島で過ごすために、生涯独身のままに終えるものが多い。そのために男女ともに種々の病気にかかり、生まれつき病人でもない限りは、5年、10年の間も故郷へ帰ることはできない。また、夫婦で 国後に送られるときは、夫は遠くの漁場へやられ、妻は会社や番屋に置いて、わしの慰め者になる。じゃあ、本当かっていうね、話なんだけど、これが、ちょっと、まあ、武四郎の10年後ですね、幕府のお雇い医師として、東蝦夷地に赴任した著者が、そのうちの地理、風俗、習慣、伝説などをね、詳しく書いてある。一番読みやすいのはね、国文学資料館のデータなんですけども、これ無断転載禁止なんで、これちょっと加工してありますよ。で、北海道大学や函館中央図書館などもありますが、ちょっと読みにくいですね。まあ、これ、今エトルフにいて歌う歌に、親バヤなんならかんたらってね、あって、この歌は例年稼ぎ方として来たり、おるものを漁師果てて、まあ、漁が終わってね、しゃもちっていうのは和親地ですね、のぼらんとするとき、めの子供が歌う歌なりと。その心はどんなふうな意味かっていうとですね、今年しゃもちへ別れ行きて、来年また来たるや来たらざるや、しかしその他ばかりがしゃもにはあらぬぞ、また他のしゃもと寝るほどいいっていうね、まあ、そんな歌を、が歌われているということですね。まあ、これも、まあ、現代語に訳せばですね、この歌は例年稼ぎ方として来たりおる者の漁事果てて、またしゃもちへ登らんとするときという、まあ、これちゃんと私、現代語で訳す東蝦夷、東海やはちゃんと書いてますんで、読んでください。まあ、いろんな文献あります。捏造だって言われたら困るんで、原文見にくいけど出しますけどね。これ北海道大学のデータベースですよ。まあ、該当部分読んでみましょう。とかくにしゃもちより入り込む者ども、大人の取り持ちにて、以上に密約するならいい。この密約っていうのは、さっきも言ったようにですね、こそっと会う、不倫するとかでなくて、ちゃんと首長の取り持ちでね、しかるべきお礼をしてですね、そういう関係になるわけですね。以上も、それらの養いを送れば、身を老せずして、衣食に乏しからめば、自ら土人を忌み嫌い、果ては、野望のみ多くなり、野望っていうのは、独り者の男ですね、ああいうのもね。意中の不平を生ずるようになりゆくなり、さればこれまでしゃもに命名以上、妾に持たぬはなく、そのうちには子も2人3人産ませて、意中の群れに追い立たす。これをしゃもたねという、このしゃもたねがまたね、すごく尊敬されるということですね。まあ、これは先ほどの公開禁止の読みやすい方ですね。ちょっと加工してあります。すぐに、まあ、時間が押しているので、現代語で読みます。ことにアイヌ女性も内地の男になじめば、衣食に不自由することもなく、物の香を美醜を区別して、おのずからアイヌの男たちの無垢つけき姿を受け入れず、好まないようになるので、アイヌの男たちはこれを恨んで、怒りに絶えず、内地の人に向かってチャランケを言いかけ、不義をなじり迫っては、米、酒、木綿、その他のものを取って罪を償わせることが絶えないとか、まあ、私、現代語で読む東海山に書いてありますので、ぜひ読んでください。こ
ここなんかもね、これ、安政4年というからね、1857年、仙台藩から東蝦夷使節に派遣された、田川中之丞というね、択捉島まで足伸ばして日記にいろいろ書いてるんですけどね。松浦武四郎がね、ちょうど、知床に足を伸ばした時のちょっと後ですか。この松前藩のね、力の及ばない時代に、しかもね、場所を受けて仕事を始めてから1年足らずで、日が浅い商人のね、横暴なんかないんですよね。そうやってね、これなんて書いてあるかって言ったら、美しき目のこと、早く寝ろと、明日カラスの鳴くまで寝ていたいなんてね。こんな、こういうね、あれですよ、場所にね、来た支配人や番人に対してね、アイヌの女性が歌うわけですね。俺と私と早く寝てくださいよ。ね、明日カラス鳴くまで寝ていたいなんてね、こんな風にして、歌ってるっていうね。これ、どっかで聞いたことあるよね、これ。江戸の花魁がね、三千世界のカラスを消して主と朝寝がしてみたいっていうね。要するに、吉原でね、三千世界っていうのはね、仏道の世界でね、この世界を、奈良の大仏見れば、光背にね、真ん中にいるのが大日如来で、そのね、光背にまた仏さんが乗ってて、そしてその光背にまた仏さんが乗っているという、そういう、これが、三千世界っていうんだけど、その世界中、もうこの世すべての、ね、カラスをいなくして、あなたと一緒に寝ていたいわっていうね、そういう文化がもう択捉まで伝わっていて、かつ歌にまで歌われているというね、面白いなというふうに思いましたよ、これ。だから松浦武四郎がね、そんなね、言ってるようなもんじゃないんですね。みんなよろしくやってたわけですよ。松前藩はね、幕府への申し開きで、飛騨屋を糾弾してね、飛騨屋からの借財を踏み倒すことに成功してますよ。これね、松前藩から蘭の鎮定のために派遣された新田孫三郎の寛政蝦夷蘭取調日記っていうね、あるんだけど、新田が飛騾屋の支配人、番人のね、アイヌに対する非道を厳しく指摘していることに関してね、飛騾屋からね、これに対して、飛騾屋からの借財に苦しむ松前藩が、この乱の責任をことごとく飛騾屋になすりつけて、藩の貸金の回収に厳しく、藩が効かなければ、幕府に訴訟を辞さない飛騾屋との関係を断ち切ろうとする意図があったっていうふうにね、これ、北海道通信にね、ちゃんと書いてありますね。これ、だから、1970年以前のね、ものにはちゃんとこういうふうに実態が書かれてるわけですね。先ほども言ったようにね、この岩崎直子さんってね、直子先生ですね、博物館長の教授だから、こういう人はね、大好きだな、さっきも言ったけど、ロシアの南下を防ぐ必要から、ね、幕府が松前藩や商人のアイヌに対する非道を強調し、これを理由として、蝦夷地直轄化を正当化したもの、幕僚化の論理と、こういうことですね。なるほどね。それで、最上徳内の記念館に出かけて、福島まで行ってね。で、ちゃんと調べてきましたよ。こう、ね、国後の目なし、ここで寛政元年ですから、この時にちゃんと国後アイヌのね、一揆の朝廷に際して、ちゃんと通事を務めてますよ。ね、最上徳内ね。ずっともう、早くから蝦夷地分権に加わってね、出発してずっと行ってます。で、厚岸のね、異国為、これはもう大首長ですね。このお父さんが月乃井です。そして反乱の中心になったのが月乃井の総領息子ですね。摂津早だったかな。そういう人がなってるわけですね。ですから、月乃井も異国為も大首長もね、やっぱりうちのせがれが悪かったと、私のお兄さんが悪かったっていうことで、ちゃんと朝廷に応じてるわけですね。そういうことですから、この乱はね、あくまでも最上徳内が言うように嫉妬なんですね。いわゆる三吉の娘っていうのは、三吉も大首長ですから、総大人ですからね。その娘に、横恋慕してたんですね、この月乃井の総領息子がね。だから、月乃井と異国為が留守の時にやっつけたわけですね。お父さんや、その大首長の自分の弟ですか、その、いない隙にやっつけた。最上徳内記念館でね、得られた資料なんかをもとにね、これから話しますけども、国後のね、月乃井やね、厚岸の異国為というね、大首長たちはロシアとの交易も盛んにやってたようで、ロシア語も堪能でね、
徳内がウルプ島でロシア人と面談した際にはね、通訳まで務めてますよ。で、まあ、どんな報告をしてるかというと、択捉在住ロシア人の関与をね、これ、ちゃんとこの欄についてはね、示唆してます。それから、最上徳内はね、国後の月の厄年の言いことなど、アイヌの有力者と親密な関係があったので、その情報は信頼に足ると思われると。で、何しろね、そうしたアイヌとの親交があたとなって、上司ともどもね、幕府から背任の濡れ衣を着せられたっていうね、そういう事実があります。もう一度、先ほどの徳内の蝦夷嫉妬の深きことを読んでみますよ。その起こり、この島は飛騨や久兵衛請負場所にて、当場所相応とな三吉というもの乳和なる蝦夷にて、佐兵衛という支配人三吉娘に密通すれども、あえて禍事なし。さっきも言ったように密通っていうのは、そういう酋長の世話によってですね、支配人が妾とするわけですね。ですから酋長公認、要するに、三吉公認ですね。また、松前人になれなれ、しく、女蝦夷運上屋より餅をもらい、職世子に、これもほどなく支出しけしにける。時に悶絶起こり、嫉妬云々とこうなっていくわけですね。で、まあ、最上徳内がね、国後を調査したのは、1785年から6年間、6年ですね。それからさらに先ほどの国後女無の乱の調査も担当してます。これが1789年。ね、で、この蝦夷同士っていうのはその2年後に書かれてます。つまり、しかもですね、この嫉妬の深きことは幕府に提出したり、あるいは他に出されたものには、の写本には載ってない、近藤十三にだけ書いて送ったものですね。で、またですね、松浦武四郎というのは、この50年も後にね、現地を訪れて、アイヌが虐待されていると書いているわけですね。松浦武四郎と同時期に現地に滞在して医療を行っていただけでなく、松浦武四郎と知り合いのね、王中庵も虐待してるなんていうふうに書いてませんよ。王中庵の東海屋は常駐下、ぜひ現代語で書いてありますので、読んでください。まあ、松前藩の立場とね、後付けの原因っていうふうにちょっとまとめてみたんですけども、国際問題として幕府が乗り出してくることを避けたいために、ロシア側からの関与を否定する必要があり、原因を場所支配人たちへ、ね、アイヌが抱く遺恨と報告するわけですね。で、松前藩は幕府へ3度報告しているけども、その内容は当初はロシア人の関与がないという程度だったんですね。で、次の報告で支配人が、これ、米や酒に毒を入れて皆殺しにすると国後のアイヌを脅していたところ、病床にある酋長三吉に与えた酒を、ある三吉がですね、酒を飲んだところ、間もなく死んだと。アイヌの有力者の妻が与えられた飯を食った後死んだという、こんなことで誤解が生じたものだっていうふうにね、なってくるわけですね。まあ、そういうふうに松前藩がですね、この部分ですね、この部分、これ、後付けですね。後付けの理由。で、飛騨屋の言い分はちゃんと飛騨屋の言い分でね、あるわけですね。アイヌに対する現場の多少の無理の押し付けはあったが、取引船には役人も乗船しており、指図に従った取引であったと。それから、病気の三吉に与えたのは、飛騨屋はね、酒ではなく薬だというふうに言ってますね。これを毒薬と誤解された。ここで、酒と薬っていうね、なんていうんですか、言い分の違いがあるわけですね。それから、どれぐらいの借財がそのあったかっていうとね、4200両、これ松前藩士に用意して、家臣への貸金は1万3800両、銭1800貫だって、どれぐらいの金かっていうとね、まあ、今のお金に関すると、大体4億円以上ですね。それから、家臣に対しては14億ないし15億円ぐらい、それぐらい金貸してたんだよっていう、まあ、こういう分析を岩崎直子先生はしてるわけですね。で、これをなんとか帳消しにしたいってわけですな。で、幕府の裁定と裏事情っていうのはあるんだけど、要するに、飛騨屋との不正交易の判断は幕府してません。ちゃんとやってると。ね。それから、原因として松前藩の主張は、これは黙認すると。要するに、飛騨屋の商人たちが横暴だったっていうのを幕府は、黙認してるわけです。で、結局、松前藩に管理能力なしとして、蝦夷地を直轄する。ね。
まあ、こういう流れなんですね。その後、まあ、蝦夷地および千島列島、樺太に対するロシアの進出と幕府の対応を見ると、冒頭の最上徳内の報告、択捉島在住ロシア人の関与、まあ、これはね、幕府にとっては最重要課題だったわけですね。一刻も早く松前藩から蝦夷地を取り上げる必要に迫られていたことは、これは明らかだと思いますよ。昭和40年代ですね、まあ、1965年代から中共、北朝鮮、ソ連にこうした左翼反日活動家たちがね、革命の足がかりにアイヌを利用すると、そういうふうに考えて、北海道の歴史をですね、和人に対する虐げられた、差別されたかわいそうなアイヌの抵抗の歴史に塗り替えようとしてますね。ぜひですね、説調を読んで、そのような誤った先入観から解放、ね、分けても、日々、北海道新聞をはじめとするマスコミにさらされている子どもたちから守らなきゃいけませんね。まあ、ぜひ子どもたちの通う学校に説教を寄贈していただきますようお願いいたします。以上です。